こんにちは、ドクターネッケスです。今回は覚醒いきたいと思います。キャラはグリムジョー。いやー、ネリエルと迷ったんですけど、まあグリムジョーにしようかなって。いきます。さあ、星6グリムジョー、そしてキャラ強化いきます。貯めましたよ、もうひたすら貯めましたよ。もう強化賞の賞は9758で、もうちょいで持てなくなるレベルまで回りましたよ。予備クエスト結局宝玉落ちなかったですけど、いちご降臨もね、技パチで回りまして、それぞれのっていうか、力、速さ、技で1キャラずつはちょっと覚醒したいなと思ったんですよ。で、速度の方でネリエルと、グリムジョー迷って、まあ、グリムジョーかなと。まだ俺緊急回避回数アップっていうの一回も経験したことないんだよな。いやー、頑張って強化賞の力集めたのにさ、間違えた。これで一気にレベル上げますからね、ここからさらに。なので今これちょっと流してるんですけど、これで計算ミスで足んなかったら本当困るな。あとはその覚醒しようかどうか迷ってる一人いて、水着室外やなんかさ、誰もやってる人見ないんだけど、水着室外を覚醒しましたっていう人ね。今会という風な形でイベント始まって、ウニもスイカもないみたいですけど、辛く長く険しかった戦いを乗り越えた人たちが覚醒どれほどしてるのかっていう。宝玉が5個必要なのが辛いんですよね。チャッピーつけるならこの冷圧とか特に上げる必要もなかったんだけども、まあでもなんかマックスにしたいじゃん。あ、そうか、120にするのに幻突しなきゃいけないのか。幻突の素材が足りるか分かんないな。そっか、そこを忘れとった。ここら辺は使えないから、反応悪いな。銀はね、取っときたいんですよね。
もう毎回アプリ落ちんだけど、録画中に。どういうこと？ひどくない？さあ、煙突の続きいきますよ。限界突破。あー、バグってる。あ、治ったか。銀は取っといて、アイゼンも取っといて、これでまたボックスがかなり開くな。この当選もさ、また来そうじゃん、白っていうの。だから当選もちょっと取っとけばよかったかな。まあもう遅いけど。よし、はい、一気に限界突破を終えまして、からの一気に経験値ぶっ込む。120まで上げるのに180個みたいですね。初めてやりました。効率はぴったりなのかな、これで。待って、1個いくつなんだっけ、経験値。1250。若干もったいないのか。もうこんなみみっちい計算したんだけどさ、まあこれにしよう。はい、キャラレベルマックス。そしてちゃんといけました。からの、あ、すげえ使う。マジか、こんな使うのか。へえ、知らんかった。いや、まあ余ってるからいいんだけどさ、今までそのこの台売ってお金にもしてたんですけど、減らそう。ここら辺全部使おう。あの、この前あげたお金の集め方でお金は簡単に集まるのが分かったから、まあこういうので使っちゃってもいいかなって。はい、こんな感じ。さあ、覚醒からの一気に150まで上げました。即チャッピーで体力 24% アップ。だって会心アップよりもこれ攻撃アップの方がいいじゃん。これ強えだろう。まだチャッピーが2個ないのがちょっと残念なところですけど。
これで初めて揃えられる。あ、星6っていうチーム効果もあるのか、知らなかった。これでバトルとかって攻撃力いくつになるんだろう平均。これあれかな、こう、10% 攻撃、強攻撃優先してるからなのかな。 10% アップでの平均攻撃力964、強っ。僕あのバトル用にね、最近はね、回避にあ、これは全部回避にしたのか、技パチの方をね、これもチャッピー付きなんですけど、回避1枚にダメージダウン2枚つけるとより死ななくなって体力が上がってるから、体力これで1000超えてるんで、死なない剣パチみたいなね、やってます。964、すげえな。はい、まあこんな感じで、今回は一気に上げてみました。ついに3キャラ揃えました。次誰上げるかな。一応ネリエルも全覚醒できるだけの石はあるはずなんだよな。なかったかな。あ、霊圧症が足んないか。まあね、宝玉がちょっともったいなくて使えない病気なんで。はい、今回覚醒星6、3キャラ揃いました。これからまた頑張って攻略していきたいと思います。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。